はい、どうも皆さん、こんにちは。キョウキョウです。今回ですね、今話題のアロー型の配置の釣り部分じゃない配置をね、まあ、教えてくださいという、まあ、コメントがあったので、まあ、今回ね、その動画にしていきたいと思うんですけれども、それについてちょっと一つ注意点があります。その注意点っていうのは何かっていうと、こちらの通常配置にてアロー型は絶対にしない方がいいってことですね。なぜかというと、巨大爆弾や、まあ、バネトラップを張ってね、まあ、中心とする、まあ、その、トラップをすべて使うんですよ。なので、一回攻撃されただけでも、もう、一回攻撃されただけで8万とか吹っ飛ぶわけですね。で、アロー型っていうのは、一番売りにしていることが、やはりその、攻められるんだけど、トロフィーは取られないっていうのが、まあ、アロー型の一番の特徴だと思うんですよ。そうすることによって、攻めてくる人はめっちゃ多くなるわけですね。アロー型で、これいけんじゃねって思うわけですよ。攻める方からしたら。なので、めっちゃ攻められる上に、もうね、トラップの再利用費がバカになんなくて、もう1日50万とか吹っ飛ぶと思うんですよ、本当に。なので、おすすめはしません。クラン対戦でのね、使用をおすすめしますということで、今回ですね、なんと、アロー型、89%取られてしまいました。これね、すごいいい例なんですよ。まあ、私の配置といたしましては、普通にこう、まあ、アローですね、完全に。アローにして、配置がね、もう完全に、アロー型は、この部分をもう中心としているので、別に後ろ関係ないと思うんですよ。なので、ウィザードの塔とか3体置いちゃってますし、まあ、迫撃砲もここ3体。で、まあ、ね、まあ、対空砲みたいな感じになっちゃってるんで、ですけど、まあ、私は、これダメですよ。こういう配置にしちゃってるんですけど、なんかこういう意味のわからない、まあ、エリクサーがちょっと横にあるんですけども。ですね、アロー型の後ろがなぜ作りにくいかというと、見てください。こちらに戦力をめちゃめちゃ固めているから、ですね、こっちの金庫とかを守ることは不可能になるんですよ。なので、金庫とかその通常配置でその金も取られたくないみたいな、そう思ってる方は絶対無理なんですよ。もう迫撃砲も、もうこんなもう届かないですし、なので通常配置では絶対におすすめしません。で、クラン対戦なら別に再利用費もかかりませんし、まあ後ろから攻めたところでタウンホールを破壊しない限り星3、星2はないわけですよ。なので、まあ、後ろは本当どうでもいいです。もう、自分でやってください。で、リプレイはちょっと今回すごいリプレイです。最初ですね、ホグライダー来たんですけども、まあ、ホグラッシュ来んのかなと思ったんですけども、違いますね。ここで援軍が釣られですね。釣られて、あとまさかのまさか、もうアロー型を無視されてですね、普通にホグラッシュを後ろからされました。そうしたことによって、もう余裕ですよね、相手からしたら。もう普通に勝てません、これ。まあ、この呪文もいい感じで貼られて、もう防衛施設がほとんどね、なくなっちゃったわけですよ。あ、すごいな、この人、本当に。めっちゃ呪文ヒーリング。さあ、ここで後ろからちまちまとやったりして、ドラゴンも出してきましたね。でも、ドラゴンとかは、タウンホールに近づいた時点で、ホーミング対空地雷とかによって、抹殺されるので、そこは気にしなくて大丈夫です。はい。気にしなくて大丈夫ですよ。そして、まあ、一番やっぱり気になるのは、ほんと後ろからホグラッシュされたら、資源もろとも全て持ってかれますので、いや、通常配置では絶対にお勧めしません。さあ、ここで、まあ、隠し鉄らがね、ドラゴンを踏ん張ってくれたんですけど、もうこんな感じですね。もうほんと無様ですよね。アロー型は、もう本当にこっちから攻めてもらわなかったら、もう何も機能しないってことが今回のそのリプレイで分かりますよね、今の。なので、後ろはどんなに強く固めようとしても、迫撃砲や対空砲が、こちらに集中している分、全然もう機能しなくなるんですよ、後ろは。だから後ろはほんと捨てちゃってくださいっていうのが、まあ今回、まあ、言いたかったことですね。まあ、ということで、まあ、アロー型はね、後ろは、配置は、まあ今回のまあ参考にしない方がいいと思います。もうね、後ろの配置だと、後ろね、この部分は、ほんと、大砲とアーチャータワーだけで、金庫などを賄わなく、ね、守らなくちゃいけないので、それほぼ不可能なので、まあ今回もこういうまあ動画とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。